はい、どうも、ストンドウェイ。それ、今回ですね、なんと、フォートナイトの建築の見た目とかね、まあ、オブジェクトの見た目とかね、本当に必要最低限の見た目にして、めちゃめちゃね、FPS を上げてね、軽くするっていうね、設定がね、なんとあるみたいなんで、今回ですね、それの設定を皆さんにご紹介したいと思います。というわけで、まずはですね、Google の方から NVIDIA Inspector と検索します。この GitHub って書いてあるところから、このサイトをね、クリックします。で、そうするとね、2.4.0.4 っていうね、このね、最新バージョンがあるんで、これの、これですね、ZIP フォルダをダウンロードします。これクリックすると、はい、こんな感じでね、ダウンロードされますね。ダウンロードしたフォルダはね、まあ、一回すべて展開、まあ、回答してみてください。回答したフォルダがね、こちらですね。で、この中に、この NVIDIA のね、Inspector が、ね、あるんで、これをね、クリックします。そうするとね、この画面に来るんですけど、この設定ね、結構いっぱいあるけど、意外と簡単で、この一番上のプロファイルの中から、これね、一回消します。こっからね、Fortnite と検索して、で、Fortnite 入力したら、このね、画面が出てくると思います。一回これね、保存しときましょう。この一番上の矢印ですね。この上と下があるけど、この上のやつをね、まずはクリックして、で、この一番上の項目、これをね、クリックします。で、そうするとね、保存できるんで、まあ、自分の場合はドキュメントですね。で、ここからちょっと設定していくんですけど、まあ、まずはね、ちょっと完成版、ちょっと紹介したいと思います。これ下の矢印から、まあ、これは皆さん真似してなくてもいいんですけど、これですね、自分の場合は。で、こうなったら、これ完成版ですね。変えてもらうのは多分4つくらいですね。なので、一番最初に変えてもらう設定が、この3っていう項目の中の、これですね、トランスペレンシースーパーサンプリングってやつ。これクリックして、これにします。モード、リプレイ、モード、オールってやつ。ここですね。これにします。次行ってもらって、今度はここですね。この4っていうところの中の、このここ、テクスチャフィルタリングの LOD バイアスってやつ。これはオフにします。で、その下の、2つの数字ですね。これが結構大事で、これ数字がでかければでかいほど軽くなるみたいなんだよね。なので、これはね、3.0、プラス 3.0 にします。まあ、どっちもですね。どっちもにしたら、これでね、インスペクターの設定は一応 OK ですね。保存しておきましょう。これまた上の矢印を押して保存していく感じです。まあ、さっきと同じですね。これを押して、で、これですね。で、自分の分かりやすい名前にしておきましょう。はい。で、保存したら、これですね。Apply Changes。これを押します。これで適用されましたね。で、これどうやら、見た目がね、めちゃめちゃ変わるらしいんだよ。ちょっと一回これ閉じてもらって OK です。一回設定したら。はい。というわけで、一回ね、ちょっと Fortnite やっていきますか。というわけでちょっとね、フォートナイト開いたんですけど、なんかもう見た目やばくないこれ。目なんか怖いし、ツルハシもなんか見た目変わってるね。この飴のツルハシも。なんか、粘土っぽい。バックエクセリもなんか、これはさすがにひどいよね。スキンからしてね、ちょっと見た目がね、結構変わってるんですけど、建築とかね、ちょっとどうなってるのか、ちょっとね、クリエイティブでね、ちょっと試していきたいと。思います。さあ、マップ入りました。なんか床がね、本当に粘土っぽいね。で、僕普段 240fps 固定なんですけど、360fps とかね、多分安定はしないんですよ。多分録画もしてるからね。でも今回の設定だったら、多分安定すると思うんですよ。設定で、360fps しますか。おお、待て。安定してるな。ほぼ安定してる。300以上絶対行く。メッシュ低よりも軽いと言われてる設定らしい、これは。確かに軽いわ。まあ、今、初エムっていうのもあるけど、もう本当に軽いね。いや、やばいわ。何これ。めっちゃ軽いんやけど。まあ、建築もめちゃめちゃ見づらいってわけでもなくね。ちゃんと壁の裏とか、ちゃんとわかるから。ま、さすがにメッシュの方が見やすいけど、その分ね、多分軽くなってるんで、360fps も、ほぼ安定してて。A few moments later. うわー、見てこれ。多分敵視点だと普通なんよ。自分視点だとマジでやばい。当たり判定がガバガバになっちゃってる。さすがに敵の弾はちゃんとなってると思うけど、当たり判定。まあちょっとメダル降りたいんで、あそこ行きますか。うお、いるね。まあこれは魚振っていくか。メダルはちょっと武器ないし、当たり判定がすごい。オッケー。もうスナイパーが一番怖い。
よけ。突撃。どういった？やばすぎる。オッケー。意外とでもできるな。軽い代わりに見づらいっていうのもあるけど、タンクもすごいな。見た目がやばい。メダルがまだなかったから取るか。いやーでも木がもうやばい、乾燥すぎる。オッケー。まあでも本当に軽い、カクつく部分は本当にないね。メッセでもたまにカクつく部分あるから、それがないのだいぶでかい。まあ見た目がちょっとやばいけど、これは見た目だけが本当にデメリット。でやだー、わかんない、これやばい。もう逃げられてるのかわかんない。一回避けよう。やめてくれ、怖え、マジで。いやー、なんか待ってるわ。バレてた。執念がすごいです。普通にバレてた。いや間に合うか、これ。この道をたどっていく。マジでわからん。あ、通れるんだ。いや通れるんかい。これも登ってるんだ。一応登ってるらしいわ。うわすごい。登れてる。なぜか登れてる。意味がわからない。アイテムもやっぱりなんか見た目が結構簡素だね。登れてんのか。一応登ってるらしい。おほ、おいしい。メダルやん、あそこ。これも慎重に降りないと。でも意外と当たるな。登れるか。ただも登ってくれ。わからん。なんか知らんけど登れてる。ははっ。何これ、なんか知らんが登れてるけど、自分にとっては障害物に見える。まあ、登れてるらしいわ。まあ、この木が生えてるところを目印にやれば、わかるね。この崖とかも、多分崖だよね。崖か？いや、道か？え？しよう。いってー、盾持ちが一番やりにくい。どうやったら倒せるこれ。死んだぞ。 2v1、 まさかの 2v1。オーケー。この装備強すぎる。いく。もう最後よくわからんかったな、これは。はい、ということで軽すぎましたよということでね。まあよかったらね、皆さん本当にまあ見た目気にせず、とにかく軽くしたいって方はね、よかったらね試してみればいいんじゃないかなと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもよかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。